日本が中国製ワクチンを拒む理由はダークな感情があるからですって。どうも、非イスル国 TV のお時間です。今回は日本はなぜ中国製ワクチンを拒むのかという、あえて先に結論は言いませんが、興味をそそる記事があったので紹介いたします。本文の途中で思わず突っ込んでしまいたくなるような内容をご覧くださいませ。中国のポータルサイトアミエキに、4日、日本が中国産ワクチンを拒む背景にあるダークな感情とする記事が掲載された。記事は世界保健機関 WHO が1日、中国企業シノバックが開発した新型コロナワクチンの緊急使用を承認したと紹介。中国製ワクチンが世界的に認められる中で、はあ、誰も認めてねえし。あ、失礼いたしました。では気を取り直して、自国でワクチンが開発できていない日本は、主に米国、英国などの西側諸国と提携してワクチンを調達する一方、中国製ワクチンに対して警戒し敬遠する姿勢を貫いているとした。そして日本政府の中国製ワクチンに対する姿勢には、日本が終始抜け出すことのできない対中関係上の3つのダークな感情が関係していると伝えた。まず1つ目のダークな感情として、日中国交正常化以来、日本が未だに脱却できていない冷戦的思考を挙げた。現在に至るまで、日本が中国を見る際、両国間の社会制度やイデオロギーの違いを持ち出して対中戦略の基本要素を制定し、その中に中国脅威論を散りばめていると主張。新型コロナ問題でも日本政府の態度は同じで、中国がワクチンを使って政治的な利益を求めたり、さらには侵略行為に及ぶのではないかと疑っているとした。次に、日本には今なお中国の技術に対する蔑視、無知、偏見が存在すると指摘。日本は自力でワクチン開発できず欧米に依存している一方で、中国に対しては技術が遅れている、中国のワクチンは効果が薄いなどと認識しており、日本のメディアも試験データの透明性が不足しているといった点ばかりを強調するなど、偏見に満ちた目で中国のワクチンについて報じているとの考えを示した。そして最後に、中国のワクチン外交を懸念する一方で、日本政府が新型コロナを政治に用い中国を貶めることで自らの利益を得ようと算段していると主張。どのワクチンを使うかは主権国の自由な権利であり、日本が西洋のワクチンを使うこと自体は構わない。しかし問題は、日本のメディアや世論が絶えず中国製ワクチンが危ない、中国はワクチン外交によって中国製ワクチン使用国における政治的経済的影響力を高めようと目論んでいるといったことを喧伝し続けていることなのだと論じているとの内容です。相変わらず抗日ドラマと同じようにぶっ飛んだ内容やな。中国メディアは日本が中国製ワクチンを拒否している理由について分析しているようですが、感情論はもちろん客観的にも受け入れられないのは明らかですよね。5月末に発表された中国製ワクチンの第3相臨床試験の結果を分析した論文では、開発された2種類のワクチンの有効性はそれぞれ 73%、78% とされていますが、その臨床試験の対象者は大半が若く健康な男性であり、慢性疾患がある人、女性、高齢者は含まれていないとのことです。さらにコロナ原産国が公表した本国内での感染者数と同じく、これらのワクチンの有効性を証明するには明らかに不十分であり、もちろん数値も当てにならないことがわかりますよね。さらに最近のニュースでは、中国のシノファーム製ワクチン接種率が高い国で感染者、死者が急増しているという事実も報じられているんです。感染者と死者が増えているのは、少なくとも1回は接種を受けた人の割合が最も高いセーシェル 72% や、
モルディブ 57%、チリ 56% やバーレーン 55%、ウルグアイ 51% などのようです。特にバーレーンでは人口10万人あたりの死者数がインドを大幅に上回っているとのことで、予防しているのか逆にウイルスをさらにばらまいているのか全くわからん。また中国製ワクチンの効果がないと分かり、ファイザー製のワクチンを再接種することを決めた国もあるとのことで、なんだかとりあえず作ってみた後に実践で臨床試験やらされているような感じです。さらに中国は日本がワクチンを拒む理由として、中国の政治的なワクチン利用を警戒しているからと述べていますが、珍しくちゃんと分かってるじゃないですか。先日も敵対関係にあるはずの台湾にワクチン外交を展開しようとしていた国ですから、信用しろという方が無理ありますよね。しかも台湾が中国を拒否して日本に頼ることを明らかにした途端、一転して妨害に乗り出していた事実が判明しています。台湾メディアによると、ワクチンの台湾への空輸にあたり、在東京の中国公使がギリギリまで圧力をかけようと試みていたらしく、日米タイの外交当局は中国側が強硬手段を取るという最悪のシナリオまで想定していたようです。これを受けて米海兵隊の MC-12W 偵察機が沖縄の米軍基地から離陸し、ワクチン搭載機を厳密に追跡していたようですが、なんとも手がかかる国ですよね。このようにワクチンを政治利用しているうちは多くの国から拒否され続けるのは当たり前です。今回中国メディアは3つのダークな対日感情を理由として日本の言動を分析していましたが、それ以上に深刻な理由があるということはやはり理解したくないんでしょうね。まあ個人的には中国製ワクチンに限らず、仮に自分の順番が来ても当分打つ気はありませんけどね。では今回の最後もネット上の声をご覧くださいませ。日本はすでにワクチンを開発、ただし人命を大事にし、薬害問題で痛い目を受けている厚生省や製薬会社は慎重に治験を行っている最中で、それに時間をかけているという状態。一方、人命が極度に安く尊重しない中国政府は、治験もいい加減でデータも曖昧にし、中共の宣伝を第一にし、薬の効果を無視し世界にばらまいているだけ。そんな状況にもかかわらず、このような記事がよく書けるなぁと驚くより呆れ返る。中国製ワクチンがあるという認識を持つ先進国はない。中国製ワクチンは生理食塩水だから調達しても、先進国民は誰一人打とうとしない。何をどう言い訳しても無駄。中国ワクチンなんて中国の脅しに屈して仕方なく買った弱小国以外は世界中で拒否されてるじゃないか。日本だけじゃないよ。まともな国は武漢ウイルスを発明した国のワクチンなんか買わない。ワクチンと称してまた別のウイルスが混入されてるかもしれないし、とにかく何が入ってるか分かったもんじゃない。どんな手段を用いても世界征服を目論んでる国がワクチンなんか輸出しようとしても誰も信用しない。三度の食事でさえ食べるのに不安を拭えないような国のワクチンみたいに、命や健康に直結するようなものに不安感を覚えるのは当然であろう。諸外国が中国製ワクチンをどのように見るかはその国の勝手であり、もっと言えば中国の今までの行いがその不安感を生み出してきたのではないだろうか。シノバックって、ペルーでの臨床試験の結果は有効率 10% と 30% だっけ。ペルーの元大統領は中国製を接種した後感染してたよね。以上、予定よりも早くウイルス漏れちゃったんで本命のワクチンビジネスも失敗しちゃったんですかね。